日本じゃないっていうことだけでテンション上がるんですけども、それにしてもね、山に囲まれたような風景の中、ひたすら高速道路を走っていきます。この日はどうしても今日のうちにポルトガルの中に入りたいなと思っております。そうなんですよね、日程が限られておりますからね、なるべくペースを上げて今日のうちに先に行きたいという、そうなんですよ、そういう気持ちで2週間でね、ヨーロッパ車で一周はね、結構ねハードだったんですよ。運転に少し飽きてきてるような気持ちも伝わってきますね。3週間4週間2ヶ月必要ですよね、北欧まで行くとしたらですね。この時はだからイタリアカットしてウィーンまで行って、どうやって撮影してんですかね。オランダまで行って戻ってくるみたいな感じですね。それでも1日2日、まあ、24年前の前倒ししてパリに着いてロンドン付け加えて帰ってくるみたいな感じになっておりますね。やっぱヨーロッパ行ってロンドン行かなかったらダメだなみたいなことになったんですよね。そんでもってこの時も、ね、ずっと自分を自撮りしてるんですね。8ミリビデオの自撮りでございます。早いですね、最先端ですね、この当時としては、もう早くポルトガルに急いでましたからね。途中から高速に乗って空は太陽が当たってますね。でもね、分厚い雲もちゃんとある感じですね。木漏れ日的なね、日差しが路面を照らしておりますね。またトラックを追い抜いていきましょう。まだ日が高いね、もうちょっとしないとポルトガルには着きませんね。車の運転はね、広い範囲をね短時間で回ることができるので、そういう意味では多分歌を歌ってますね。いい旅をしておりますがね、歌を歌いながら、もっとね細かいところをね旅したいなら、やっぱり自転車がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。なんか歌を歌ってるんですよね。そうなんですね、音声はもう死んじゃってるんですよね。なんか歌ってるんですよね、きっとチャゲアスでも歌ってるんでしょう。お金かけてヨーロッパまで来てますからね、なんとか2週間以内に僕越しの向こうの風景を楽しんでくださいね。ヨーロッパ草木が入っている小高い丘が見えております。歌でも歌いながら気を紛らわせてひたすらポルトガルを目指しているところです。何もない風景でございます。何もなくはないんだよね、じっと見てればですね。今歌って歌がね終わるまでね、この映像は続くんでしょうね。まあね、まあ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 、カットする、カットしてもいいんだけどさ、なんかねカットするとねもったいないような気がしちゃうんだよね。まあそれだけ時間をかけて、まあのんびりさ、スペインのさ、ポルトガルの北のスペインの高速道路の僕越しのね向こうの風景はこんな感じなんですよっていうね、めったにテレビとか動画で見ることのない映像をまあ眺めてくださいよ。まあヨーロッパ一周は時間かかるっていうことですよ。まあね、このね時間がですね、いかにねスペインとポルトガルがある半島、何半島って言ったかな、イベリア半島かな、違う、この半島 のね大きさをね感じてもらいたいなと思うんですよね。完全に歌を歌ってますよね。何歌ってんのかね、
まあヨーロッパのね、一周は時間かかるっていうことですよ。やっぱりカットしちゃおっかな。いつまで続くのかな、この映像は。まあ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 、せめてね、こういうね、前の映像をね、撮ってもらえるとね、ナレーションのしがいもあるという ことなんですけどね。空はどんよりと曇っております。でも雨は降っておりません。岩のような崖のようなね、大地が見えております。ひたすら走る。いつまで走っても車の数はめっきり減っておりますね。ポルトガルに着かない。国境、ポルトガルとの国境に近づくと車列は、車の数は減っていくのでしょうかね。まあポルトガルのね、大きな町は南の方にしかないから、田舎町の方に向かってる感じなんじゃないでしょうかね。さて、さらに高速道路を先に進んでいっております。のんびりスペインをドライブする時間、あなたの人生にありますか？もう人生ぎゅうぎゅう詰めで、もうこんな風にドライブする時間はあなたの人生の中にはないですか？時間というものは作るものですね。こういう時間はね、作らないとないんですね。そうなんです。作ろうと思わないとこういう時間は生まれません。誰かが与えるわけではないですよ。のんびり歌を歌いながらハンドルを握って気ままにドライブをする、こんな時間をね、あなたの人生の時間にも組み込んでみませんか？どうでしょうか。疑いなさい。経済的にも人生の時間的にも無理なんでしょうかね。何のために生きてるんですかね。まあ人それぞれ価値観がありますからね。夢には代償があるものです。どんなひたすらスペインの高速道路北西部を南下しております。ポルトガルとの国境を目指しております。どんな風に人生を、向こうの方には木がたくさん生えていて、ちょっと丘っぽくなっております。3月ですね。1996年、今から24年前の映像を編集しております。建物が見えてきましたね。だんだん街に近づいてきているのでしょうか。どうでしょうか。車を運転しながらね、通り過ぎていく景色をね、さて惜しんでおりましたよね。どうでしょう。せっかく来たのにゆっくり景色が見えないなんてね。まだまだのんびりとドライブが続くんでしょうかね。この動画を見てる人たち退屈してますか。カットした方が良いでしょうかね。ごめんなさいね。まあでもさ、YouTube を見てる人もさ、ちょっとスマホだったら操作しにくいかもしれないけど、PC で、マウスを使って操作してる人はさ、早送りとかもできるわけだからさ、そうだね。スマホなんかでもさ、大きい画面にすればさ、
下の方のさ、ものを指でピュッてやればさ、先の映像が見れるわけなんで、まあカットしようと思えばさ、見る方もさ、早送りしてカットできるわけなんだからさ。そうなんだよね。いいじゃない、いいじゃないですか。いいじゃないですか、ね、あと30分だな。まあこの映像を見ながらさ、をしたいなと思っているんですけども、ちょっとね、記憶がですね、曖昧なところがありますので、まあ今の段階でできる限りのことをやりたいなと思っております。とりあえずですね、文字が小さいですか。1996年の2月から行った、3月いっぱい行ったですね、ユーラシア大陸往復の旅のね、動画の説明をしたいと思いますね。で、今回はですね、ずっとシベリア鉄道を乗ってですね、ベラルーシを通ってポーランドを通ってドイツのベルリンまで行った動画を前回紹介いたしました。ベルリン通駅まで行った動画を前回紹介したんですね。まあでも2020年の6月ぐらいに紹介した動画に新しくナレーションをつけたという感じになっております。今回はその続きの動画で、ドイツのベルリン、ドイツのベルリンからですね、ちょっと見にくいんだけどな、ドイツベルリン州プラ、ベルリンからですね、見にくいね、やっぱり。ベルリンから夜行列車にまた乗るわけです。ベルリン2駅からね。ちょっと見にくいな。夜行列車、20時57分発。まあ、当時買ったね、タイムテーブルがあって、それを見て、ここに書いたんですけど、この通りかどうかちょっとわかんないんですけどね。まあ、目安的にね。で、停車駅は、もっとあるかもしれないけど、とりあえずポツダムに泊まって、ポツダムがブランデンブルク州なんだね。で、ブランデンブルク州の中にブランデンブルクという駅があるんですね。町がね。そこにも泊まっておりますね。でもね、カメラはね、全然ここら辺撮ってないです。ただ泊まったっていうだけ。で、ザクセン、アンハルト州。マクデブルクっていうところも停車したようですね。で、ニーダゼクセン州のブランシュワルク、ハノーファーは有名だね。ハノーファーなんていう駅も止まりました。デトモルト行政管区のビーレフェルトっていうところも止まりましたね。で、ミュール州のミュール、ナミュールっていうところも泊まったんですけども、ここはベルギーですね。ベルギーでございます。ワロン地域のミュール州のナミュールっていうところ。まあいいや。順番的にはね、これ違うんじゃないかな。順番的にはこっちが先かもしれないな。どうだったっけな。なんかね、ベルギーね、3カ所泊まったような気がするんだよな。今更なんだけど、ベルギー3カ所泊まってるね。
もしかしたらね、こことこね、逆かもしんない。まあいいでしょう。リエジュギューマン駅っていうところも止まると、多分ね、ここ止まってからここ止まったと思うんだよね。ちょっと曖昧な情報でごめんなさい。ベルギーの3カ所目、エノー州のね、チャルレノイサウス駅っていうところにもなんか止まったみたい。6時もう17分朝ですね。まあカメラに撮ってないんですよ。そして次の駅からフランスに入っていくわけです。フランスのオードフランス地域圏っていうところとのノール圏のモブージュという駅で止まって、その次がパリまでノンストップだったと思います。パリ圏のパリ北駅まで行きます。時刻的には8時40分に着いたんだと思いますね。まあいい時間に出ていい時間に着くみたいな、そんな感じですね。まあ細かい時刻表がないんで、もしかしたら他の駅も止まってるかもしれない。でパリ駅からどうしたかっていうと、高速レンタカーですね。レンタカーでひたすら高速道路、まあパリ市内はね、最初ね、運転に慣れるためにぐるぐる回りましたけど、手慣れてからで急いでね、高速に乗ってですね、まあ最初はイル・ド・フランス地域圏を移動しましたね。このパリ圏からちょっと見にくいよね、ウェルド・マルタ圏、オード・セーヌ圏、エソンヌ圏、イビリーヌ圏、ウォールエ・ロワール圏、ロワレ圏なんかを通っていくわけですね。この全部ね、高速の A10 というところを通っていったわけですね。で、このロエ・ロワール圏からはサントルベルド・ロワール地域圏なんですね。そしてロワレ圏、ドワール・エ・シェール圏、アンドル・エ・ロワール圏、ベエンヌ圏っていうところを通っていくんですけど、ここからヌーベル・アキテーヌ地域圏っていうところに入っていきますね。そしてドゥーセンベル圏、シャラントマリティーム圏かな。で、次のね、ジロンド圏がボルドなんですよ。ボルドで止まると。ボルドで。ここはボルドのところね。で、次の日ね、ランド圏っていうところに入って、そしてピエネアンダンアトランティック圏っていうところに入るんですね。で、そのままスペインに入っていく。7カ国目のスペインですね。スペイン。バスク州っていうのがあって、その中のギプスコア圏、ビスカヤ圏っていうところに入っていきますね。なんとかセバスチャンという町はここだったと思いますけども、他のね、細かいところの町はね、ちょっとね、今すぐ分かんないんだよね、記憶がね。で、あとカンブリア州っていうところを通って、アストゥリアス州あたりでね、一回止まったんですけども、なんていう町かどうかね、ちょっとね、調べなきっと分かんなくてね、今すぐ分からなかったんですね。多分この辺りのどっかで止まったんですよ。で、次の日、そこからまたね、だいぶ時間かかってですね、
途中ガリシア州を通って、もうよ暗くなってからですね、ポルトガルに入るんですね。ポルトガル、ノルティ地方、ノルティ地方の川を渡って、最初のビアナド・カステロ県っていうところに入って、ホテルを探して泊まった。まあ次の日ね、またブラガ県とかポルトの方へ向かうという、そういう感じで動画がまた終わります。この内容の動画をですね、4分割、6分割、何分か分割して今回お送りしようかなと思っているので、よろしくお願いします。